はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、100均で珍品のボールペン発見。いやー、今回ね、皆さんに紹介するやつはむちゃくちゃね、変わったね、ペンになります。でね、皆さんペンにね、どんなことを求められますかね。書き味こそが全てだっていう方は中にもいらっしゃるかもしれないですし、あとはですね、持ち心地がいいやつとかね、まあ結構実用性が高いやつとかね、なんかいろいろ求められる方もいらっしゃる一方でですね、まあデザインがね、素敵なやつ、変わったやつとかね、まあそういうのが好きな方もいらっしゃると思います。でね、個人的にですね、今回ね、皆さんに紹介するような珍品、はい、まあ使い勝手とかね、悪いかもしれないんですけどね、もうすごいね、遊び心がね、秘められた商品っていうのは本当にね、自分大好きなんですよね。で、今回ね、皆さんに紹介するやつは、まあ、100均でね、見つけたやつです。で、なんとですね、2本ね、入ってるんですよね。なんで、1本あたりね、50円っていうね、安価な感じにはなってるんですけど、非常にね、これ面白くてね、ロマンが詰まったやつになるんじゃないかなと思うんでね、まあ、ぜひですね、今回も気軽な気持ちでね、聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、今回もぜひ最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということでね、まあ、今回ですね、皆さんに紹介するやつがあまりね、いかない100均なんですけどね、ワッツさん、ミーツさん系列のところでね、非常にね、面白いペンを見つけたんですよね。はい、それがですね、こちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、蛍光マーカー付きボールペンになります。はい、変わってますよね。はい、蛍光マーカープラスボールペンのパターンのやつになります。まあ、世界初っていうわけじゃなくてですね、まあ、何個かそういうやつあったりするんですけど、結構珍しいです。しかもですね、この形状ご覧ください。これはい、サイドのところにね、なんかね、これはい、サイドノックかなって初め思ったんですけど、これサイドがね、なんとね、スライドするようになったボールペン、はい、それプラス上にマーカーがついてるというやつになります。いやー、いいですね。珍品ですよね。はい、まあこんな感じの見た目となっております。はい、じゃあまずはですね、パッケージの方からね、見ていきましょうか。はい、ここのところノブっていう風に書いてあります。で、 BHL の2っていう風な感じで、まあ型番かなが書いてあります。で、今回のやつね、100均で2本入りです。なんで1本あたり50円というね、非常に安い値段になっております。で、これマーカーがですね、まあ約3ミリですかね。で、まあ、便利な蛍光マーカー付きっていう風にね、まあ、書かれてます。で、1本でマーカーとボールペンの2機能がなんと付いてるやつになりまして、まあ、ボールペンの方が 0.7 ミリの黒インクのやつが、まあ、搭載されてる感じになっております。じゃ、ちょっと後ろの方ね、見ていきますね。はい、まあ、後ろのとこもこれ同じですね。で、バーコードが付いてて、まあ、蛍光マーカー付きボールペン。1本で便利な2機能ということでね、まあ、マーカーとボールペンです。で、まあ、ご使用上の注意なんですけど、まあ、なんかいろいろバーって書いてあるんですけど、まあ、そうですね。まあ、大したことは書いてないですね。まあ、一般的なことが書かれてると思います。で、まあ、材質表示がですね、ABS、TPE、まあ、マーカー、インク、まあ、水性の染料ですね、これ。はい、で、ボールペンの方はですね、油性になっておる感じになります。で、これね、なんと読むのかな、これ、ノフ産業株式会社さんかな。はい、まあ、自分ね、動画で何回か、100均で、まあ、ここのところね、紹介したりしてるんですけど、はい、まあ、ノフなんかね、ここに書いてあるノブなんか、ちょっとよくわかんないところなんですけど、はい、まあ、ノフだと思うんですけどね、ノフ産業株式会社さんになっております。まあ、06から始まるんで、大阪かな。で、まあ、メイドインチャイナという感じで、まあ、中国で、まあ、作られてるやつになります。はい、どんな感じのね、まあ、こんな感じの見た目なんですけど、はい、パッと見、皆さんいかがですかね、これ。はい、非常になんかかっこいい感じですよね。ちょっとね、これ開けてみましょうか。ちなみにね、これがずーっとこういう風に並んでました。はい。ちょっとね、これ開けてみますね。まあ、普段ちょっとあまり行かないね、100均系列なんで、まあ、新商品かどうかっていうのがちょっとね、わからない感じなんですけど、はい、なんか結構ね、まだ並んでた感じなんで、そうですね、まあ、最近出たのか、まあ、主力なんかな、みたいな感じがしますね。はい。で、まあ、こんな感じの見た目になっております。まあ、上のところがこの黄色のやつとこのピンクのやつ。で、ボディがこういう風にシルバーになったやつを自分見つけることができました。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、形状に関してはまあ一緒なんで、まあ、自分が大好きな黄色の方で見ていきましょうか。はい。まあ、こんな感じの見た目になっています。いかがですかね。やっぱりね、なんかね、見た目かっこいいですよね、これ。はい。で、まあ、ちょっとね、上から見ていきましょうか。ここのところ、はい。
まあ、これ結構クリップ、まあ、プラなんですけど、まあ、しっかりと、ねまあ、してて、ここのところにあの、まあ、返しみたいなのもついてるんでね、まあ、ちゃんとしたクリップ機能がついてると思います。で、上のところです。よいしょ、まあ、こんな感じでね、あの先っぽがこういう風に取れるようになってます。まあ、ここもカチッという風な感じでね、はい、カチッと止めることができます。まあ、こんな感じですね。まあでもですね、これあの中に関してはもうこれ使い捨てかな。はい、中にあの、まあ、インクをね、これ実はあの蛍光のこういう風なマーカーってですね、まあ、実はあの別売でこういう風ななんかインクみたいななんか瓶というかなんかね、あのプラスチックのなんかこういう風な補充用インクみたいなのが実は売ったりしてるんですね。まあ、そこのところにずっとつけてるとここは吸い上げていくんで、はい、実は補充っていうのはまあできたりもするんですよね。あまりあのそれを買う人もいなくて、もう新しいやつに買い替えてる人が多いかもしれないんですけど、まあ、実はそういうふうにあの補充とかね結構できるようになってるんで、はい、あのまあ別にいいかなと思いますし、先端がですねこう汚れたりとかしたらですね、まあ、ここだけをまあ引き抜いてですね、まあ、他のやつを移植してきても、まあ、それでも復活とかも実はしたりするんで、はい、まあ、これ結構使えるんじゃないかなと個人的に思います。はい、でこれね気になるのはですね、ここのところですね、ボールペンですね。はい、まあ、ここのところねちょっと見ていこうかなと思います。まあ、こういう風にまあ持つ感じですかね。で、まあ、ここのところスライドしてみます。はい、結構ね、はい、まあ、こんな感じであのカッチカッチってね。案外ね、これあのなんかギュッとスライドするのかなと思ったら、なんかカチカチっていう感じで、あのノック式のね、あのボールペンみたいな感じでね、これあのスライドするとノックすることができました。はい、なんかね、ちょっと新鮮ですよね。あまりこういう風なあのサイドスライドのボールペンで、個人的にね、すごい珍しいんじゃないかなと思います。でね、このね、グリップの形状ですね。これもなんかちょっと変わってますよね。こういう風に切り込みが入ってて、なんかこんな感じになってます。はい、まあ、持った感じなんですけど、そんなになんか悪くないですね、これ。はい、しかもなんか持った感じもね、個人的に今回のやつ、フォルムちょっと結構好きだったりするんですよね。じゃあちょっと紙の方出してみましょうか。はい、ということでね、じゃあちょっと書いてみますね、これ。はい、あーとか、まあなんかこういう風に書いてみるんですけど、はい、この油性のインクなんですけど、わりかし、はい、まあ、ちょっと初めね、あのなんかかすれちゃったとこがあるんで、まあすごく、まああれかな、すごくいいっていうことではないかもなんですけど、でも普通にあの油性のこれボールペンですね。まあ低粘度っていう感じではないですけど、まあ昔ながらのまあ油性系のやつが入ってるかなと思います。でね、これ結構ねボディがなんかあの銀色でなんかアルミみたいな感じがするんですけど、これ全部あのプラスチックになっててね、でこの口金の部分もこれあのまあメッキみたいなのがしてあるんですけど、なんかこれあの金属じゃないような感じなんで、全体的にあのすごい軽い感じになってます。じゃあちょっと重さの方ね、あの測ってみましょうか。はい、ということでね、じゃあ、 あの重さの方を測ってみたいんですけど、測りの方ちょっと待ってくださいね。はい、まあ、こちらですね。はい、じゃあちょっと出してみますね。はい、じゃあちょっとこういう風に引いてみまして、ちょっと重さの方を測ってみます。はい、まあ、ゼロにしてみて置いてみますね。はい、重さに関してはまあ 12.8g ですね。まあ、そんなにまあそうですね、まあ、重すぎず軽すぎず、まあ、でも結構軽い方なのかな、になるかなと個人的に思います。はい、で重心の方はどのあたりにあるかというと、重心はこのあたりですね。はい、まあ、ちょうどど真ん中あたりぐらいかな、まあ、大体真ん中ぐらいだなと思ったりもします。まあ、持った感じなんですけど、そんなに後ろにあの持っていかれることもなく、案外これ持ち味いい感じですね。でここのところですぐにこういう風にアクセスして、こういう風にあのノックができるんですよね。これいいですよね。上のところノックしようと思うと、こういう風にノックしていって、こういう風な動作が必要になってくるんですけど、もうこの場でこういう風に完結するんで、すごくあのスッとこういう風にあの書かない、書くみたいな感じでね、こういう風にあの動作することができるんで、これ慣れたらね案外いいんじゃないかなと個人的に思います。はい、というのはね、まあ、こんな感じになってて、まあ、後ろのねこのマーカーもせっかくなんで引いてみましょうか。もう普通にまあこんな感じで、はい、まあ、引けるようになってます。まあ、ピンクの方もちょっと見てみますね。はい、まあ、ピンクの方も、はい、まあ、こんな感じで引くことができて、まあ、ここのところのノックのところもですね、まあ、普通にできるようになってて、まあ、同じくあの黒のインクが 0.7 ミリのやつが入ってるような感じになってます。はい、じゃあ気になるのはですね、まあ、これのね中身とかですよね。はい、じゃあちょっとね、あの中身のところね、ちょっと見ていきましょうか。
ここのところをこういうふうにくるくるくるとひねってあげると、はい、ここが出てきます。でね、ここからがですね、自分ちょっとね、びっくりしたところなんですけど、こういうふうにね、上のところが大胆にこういうふうにマーカーになってるんで、てっきり自分はまあ、この辺までごっつくですね、このマーカーのユニットが入ってて、まあ、ここのところのね、リフィルのこの長さって、すごくなんか短いやつが個人的に入ってるんじゃないかなと思ったんですよね。でもですね、これね、皆さんご覧ください。これ引っ張りますよ。こんな感じになってました。じゃーん、はい、いかがですかね。なんとこんな感じでわりかし長めになってました。これね、中ね、開けてみてかなり意外だったんですよね。で、ここのところ分かりますかね。これノック式のね、なんかボールペンとかに見られるこの回転子のこのユニット、はい、これがね、ここのところにこういう風に来てたんですよね。こういう風な感じで、はい、でね、これね、溝がね、ここのところになんかついてるような感じになってて、この輪っかみたいなのがついてるんですけど、これを外してみると、これ普通のね、これリフィルなんですよね、これ。はい、まあ、ドンピシャで同じやつはなんかないかもしれないんですけど、これ結構市販で売ってるやつ、しかもそこのところ、まあ、出っ張りがあるやつもあったりなかったりなんですけど、まあ、テープで巻いたりとかしてね、まあ、長さ合うように切ったりとかすると、はい、自作でね、これリフィルの方とかでも補充することができるんじゃないかなと思います。はい、なんでね、かなりね、これ汎用性が高いというかですね、はい、これいざなくなった時でもね、これ補充とかできるんじゃないかなという感じで、個人的にはこれ結構胸厚設計になってるかなと思いました。ちなみにね、ここのところはね、これ変わった形してるんですけど、これゴムになってるんですよね。まあ、ここのところも結構個人的に凝ってるかなと思いました。で、これ引っ張るとですね、まあ、一応取ることがこういう風にできます。こんな感じですね。はい、まあ、こんな感じになってました。はい、結構ね、これもそんなにベタつかないような素材になってますしね、個人的にはね、この辺も含めてすごいなと思います。で、ここのところをこういう風に引っ張るとこういう風な感じで取れるようになってて、まあ、スライドのユニットはこんな感じになってるんですよね。はい、まあ、こんな感じです。で、ボディのここのところに突起のこの溝がついてるっていうところ、これがね、ちょっと特徴的なんですよね。こっちか、こういう風な感じで突起がついてるっていうことをちょっと覚えておいてくださいね。はい、後でちょっとマニアックな話をね、したいなと思います。まあ、これがこういう風にここのところで、はい、カチッと、はい、こういう風に入るようになってます。で、まあ、こういう風な感じですね。はい、まあ、リフィルのところにこういう風な感じで貫通させてるんですけど、ここにね、こういう風に溝がちょっと白で分かりにくいんですけど、ついてるタイプのこういう風な回転子ですね。まあ、これがリフィルのところを貫通するようにこういう風に入ってて、こういう風に入ってると思ってください。で、まあ、ここのところにね、この口金がこういう風にくるくるくるくって入っていくっていう感じですね。はい、で、これがね、ちょっとね、カチカチとちょっとしないとあれなんですけど、よいしょっと、はい、まあ、これで、まあ、戻るような感じですね。はい、まあ、こんな感じの構造になってます。じゃあですね、まあ、ちょっとね、今からはですね、まあ、これがペンの紹介なんですけど、まあ、これ絡みのね、ちょっと自分が知ってるペンとかを絡みながらちょっと話をして、まあ、今回のやつ終わりにしようかなと思います。まあ、ちなみになんですけどね、まあ、こういうふうな感じでボールペンプラスこの蛍光のね、ラインマーカーがついてるペン、はい、結構珍しいんですけど、自分こういうのを持ってたり知ってるんですよね。はい、それがこちらになります。じゃあ、はい、これね、ラミーでね、こんな感じのね、もうちょっと廃盤のやつなんですけど、面白いやつがあるんですよね。はい、まあ、これラミーのね、ピックアップっていうやつだったと思うんですけど、ここのところをですね、これ押すとですね、上がポンってこういう風にね、やって、なんと上のところからですね、こんな感じの、はい、蛍光ペンがなんと出てくるんですよね。はい、まあ、このユニットがどうなのかな、今もう廃盤になってるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、一応この M51 っていうのは、まあ、こんな感じのやつになってます。まだ書けるかな、あ、まあ、書けますね。はい、まあ、こんな感じになってます。で、上のところをこういう風な感じして、まあ、カチッとこういう風にやるような感じです。でね、これね、ボールペンのところなんですけどね、はい、まあ、ここのところ、はい、ここですね、ここひねるとこういう風に、わかりますかね、この先端のところがこういう風になんか動くようになってます。なんかね、これ廃盤のシャーペンとか好きな方はちょっとメカニカ的な感じですね。はい、まあ、こんな感じでくるっと回すとなんか先端がこういう風に、
はい、前のところが下がるみたいな、まあ、こんな感じの機能になってます。でここのところにまあ油性のボールペンが来てて、まあ、こういう風に書けるよみたいな、こんな感じになってるんですよね。でもねこれ上のところにこういう風に蛍光ユニットが、まあ、ドーンと先ほど取り出したように出てきたんですけど、この先端のリフィルどんな感じになってるかというと、はい、まあ、ここのところねくるくるこういう風に回していくと、これボールペンのところも変えることができるんですけど、なんとこんな感じの、はい、可愛くてねこんな小さいリフィルが実は入ってるんですよね。これねむちゃくちゃちょっと特殊なんですけど、これ M22 っていうやつが入ってます。でもねこれまだこれはね純正のやつで廃盤にはなってないやつなんですけど、ちょっとこういう風な感じでねリフィル特殊なやつが、まあ、短いやつが入ってるっていうのがね、まあ、結構、まあ、自分の中の頭の中ではあったんで、今回のやつ長いんがねちょっと個人的には意外でした。あとはですね自分動画で紹介したりしてるやつなんですけど、例えばこちらですね。はい、まあ、最近、まあ、これコロナならではなんですけど、ここのところがこういう風にスプレーになったタイプのね、まあ、これも同じく100均でまあ売られ始めてるこのボールペンだったりするんですけど、ここ上のところがこういう風にまあスプレーユニットがあって、まあ、こんだけしかまあボールペンユニットがなかったりするんですよね。なんでこれ中にね入ってるやつもこれよく似た感じの色のやつで、まあ、よく似たやつかなとは思うんですけど、こんな感じで非常に短いやつになったりしてるんですよね。なんでまあ結構ダイナミックにですね、まあ、リフルちょん切らないといけないかなというのもありますし、そうですね、まあ、こういう風な短いリフルって売ってなかったりもするんでね、まあ、これはまあちょっと割り切らんとダメかなという風な感じではあったりするんですけど、今回のやつね結構ね予想外に長かったりしたんで、個人的にはねこれ面白いなと思いました。しかもですねこれ上のところにね、上というか真ん中のところですね、ノック式のボールペンみたいなね回転子がついてたんですけど、じゃあちょっと回転子のことねちょっと紹介しましょうか。はい、ちょっとね動画長くなっちゃうかもなんですけど、ちょっとこれ出しますね。はい、まあ、これがですね、まあ、サラサーのやつなんですけど、まあ、ノック式の普通のやつなんですけど、ちょっとねこれ中分解しまして、ここのところ、はい、一部こういう風に色を塗ってるんですけど、皆さんこれ何気なくなんか使われてたり、あんまりそんなにあってね使う際に思われてないかもなんですけど、ここのところ見るとね非常に面白いんですよね。でこの動きをね分かりやすくちょっとこの黒でね色をこういう風につけてみたんですけど、じゃあちょっとここの動き皆さんご覧くださいね。これ、はい、ここのところノックしていくとなんかこれ溝をこういう風にスーッとスライドするような感じになって、カッチンって今音がして、上にこうやって乗ったの分かりますかね。はい、まあ、これちょっと追いかけていきますね。これ、はい、ほんでまた上にやって戻すと、はい、こういう風になりました。でこういう風に押し上げていって、この上に乗るんですよね。上に乗ってまたこういう風にカチッとすると下の溝に降りて、また上に上がってここのところに降りてみたいな、まあ、こういうのを繰り返してます。でここのところのこっちからですね、まあ、ノックするところはもう単純にこのレールに沿ってこういう風に、はい、なってる感じで、くる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 こういう風に回ってるのが分かるかなと思います。はい、そうなんですよね。なんでまあこれ回転子って言われてるような感じになります。でこの出っ張りっていうのがこれ1箇所だけ黒で塗ったんですけど、それ以外にもですね、まあ、他のところにこういう風に出っ張りとかがあったりするような感じになってます。でこのペンのすごいところなんですけどね、はい、まあ、ここのねこのユニットがごっそりここのリフィルを貫通するようにこのところにこの辺にあたりに入ってきている感じなんですよね。でここのところをまあスライドさせてるっていう感じの仕組みになってます。ですね、これのやつなんですけどね、はい、ボディがこれへこんでるような感じなんですよね。ちょっとこれ開けてみて分解した方がわかるかな。これ上のところカーンってこういう風に、まあ、ついたりとかするとね、はい、まあ、こういう風に、まあ、出てくるんですけど、はい、ですね、このボールペンのこの回転子って結構こういう風にこっち側がこれ突起になってる場合が多かったりするんですよね、これが。はい、それがですね今回のねこれなんですけど、これとは逆でこっち側がへこんでて、このねボディの内側のここですね、はい、ここのところに、まあ、溝がこういうふうに、まあ、複雑に切られてることがあるんですけど、ここの部分が逆にへこみじゃなくて突起になってるっていう感じで、いつものね結構よくあるノック式の、まあ、ボールペンのやつと逆タイプの感じのパーツがなんとついてる感じだったんですよね。いやー、なんでこんな仕様になったのかなっていうのがね、ちょっと興味深いというか不思議なところなんですけどね。まあ一応こんな感じにね、実はなってるような感じになってます。あとはですね、ここをね、スライドさせるっていう風なね、ノック式の機能を持ったペンって、これもね、結構少なかったりするんですけど、まあ自分が持ってるやつで、例えばこんなやつがあったりします。
じゃあ、はい、こちらなんですよね。はい、これパイロットさんのね、これフレフレ、まあこれもいろんな種類がねあったりするんですけどね。はい、まあこのタイプ、実はここのところをこういう風にしていくと、こうやってノックできる、実はシャーペンのやつ持ってるんですよね。はい、まあここもね、あのまあスライドさせるんですけど、ちょっとこれも使いにくいかなっていう感じですね。これがこの辺に来てたら個人的に良かったと思うんですけど、まあ一応あのこういう風な廃盤とかもあったりするんで、ぜひですね、まあ気になる方、あのまあ調べてみてもいいんじゃないかなと思います。ちなみにこれ500円です。でこれフレフレ機能なんで、一応こういう風にあのこういう風に、まあ、振っていくと先っぽの芯がこういう風に出るようになってます。でこれもね変わってるんですよね。フレフレ機能プラススライドノック機能がついてるっていうやつなんですけど、はい、まあ、結構珍しいんですよね、このスライドっていうのが。まあ、こういうのがね、まあ、ついてるっていうのがね、非常に個人的には良かったです。で初め自分勘違いしたやつが、まあ、これなんですよね。まあ、サイドノック式のやつなんですよね。まあ、サイドノックに関してはこういう風な感じで斜めを非常にうまくこういう風に応用しているやつになります。まあ、これもねサイドノック式のやつ、金属のやつとかもっと高いやつとかもあったりするんですけど、透明のやつはですね、まあ、こんな感じで、はい、非常にあの構造があの分かりやすくなってていいですよね。これ斜めをうまく用いることによって、上から下へのこの運動をこの前前後のこの運動にこういう風に変えてるんですよね。この斜めがうまいことこれね効いてるというのは、これかなりねギミック好きな人にとってはたまらないんですよね。はい、というような感じですね。まあ、あの後半部分ですね。もうちょっとこれ構造の話とかしだしたらね、もう楽しすぎてね、もうちょっとキリがなかったりするんでね。はい、まあこの辺に終わりにしようかなと思うんですけど、まあこんな感じでね、結構ね、まあ珍品っちゃ珍品なんですけど、ロマンが詰まってて、さらにね、これスタイリッシュで綺麗だったりもしますしね。はい、まあこれがね、2本ついて100円ですよ。1本50円で考えると、ちょっと信じられないようなね、あ、これいいなと思うような感じのやつになりました。はい、ということでね、まあぜひですね、皆さんこれお店で見かけあのネタとか、まあ、構造好きな方とかはあの買ってみてもいいんじゃないかなと個人的に思いました。はい、ということでね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画良かった、楽しかったという方はぜひグッドボタンを、でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。